2億年、要はもう地球創生時に完成された生き物として存在してたわけなんやろね、きっと。最初から完成して地球上に存在している、進化をしてないんですよね。多分私はもう神様やと思ってますけど、昔江戸時代でもお百姓さんがすっぽんを見つけたら、それを庄屋さんのところへ持っていくでしょ。庄屋さんはお殿様のところに持っていくんですって。そしたら米一俵が降りてきたって言うんですよ。それほどすごい貴重で、栄養的にもう期待されていた生き物なんでしょうね。やっぱり勢力減退イコール腎臓の弱りですよ。で、腎臓の弱りイコール老化なんですよ。だから皆さんね、一歳でも若く、一日でも若さを保ちたかったら、腎臓を痛めない食生活と、それから行動やね、なさると本当に綺麗に年を重ねられると思います。で、その腎臓に一番いい食べ物はすっぽんなんです。で、その腎臓の働きを良くさせるのがよく、一番よくわかるのは男性の精力です。時々ね、受験生のお母さんが、子供の息子がね、非常に疲れるからすっぽん飲ませますって来られるんですけど、変な気起こしませんかっておっしゃるのねそういう意味合いに取られるんですけど、そんなことは全くないんです。体の中の不足しているところにちゃんと直結して、調和させてくれるので大丈夫です。お店でね、すっぽん販売している時はこの形で、お店でごめんや空いてきてくれはったら、これをコン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 とね、目の前で潰して、そして機械にかけてこういうお粉にするんですね。すっぽんとかね、それから動物性生薬、形のあるものは独立独歩、このもの自体が体の中でちゃんと独立で、きちんとその人の中で働きます。サプリメントは独立独歩じゃないんですよ。減退があっても不足分を化学でビタミンとかミネラルとか、そういうものと合わせたら、分析したら調和の取れた栄養素ですけれども、所詮作られた、ビタミンとかミネラルっていうのは通過するだけで体を作ってくれないんです。で、鉄分ってみんなもう聞き慣れているので、植物からもね、ほうれん草も鉄分があるとか言いますけども、動物と植物の例えば鉄分でも非ヘム鉄言うてね、植物の方はだいたい動物性の鉄分の4倍取らないと同じ体数にならないんです。植物は土からですから、動物は血液ですから、もう言わずと知れず体の吸収がいいでしょ、血を持った人間だから。で、スッポンも人間と同じように内臓ね、心臓を持っている、そして腎臓を持っている、胆のうを持っている、というかレバーも持っている、人間と同じような形だから非常に近しい吸収の仕方するんですね。そして冷え性が良くなっていくと、心がね、涙たない非常にイライラしなくなりました。なのでやっぱりすっぽんってすごいんやなってお客様に教えられて飲み出したんですよ。だから更年期障害なし、もうピタッと